ケイちゃん。ケイちゃん、戻ってきて。ケイちゃん、ケイちゃん、ケイちゃん。ケイちゃん、ケイちゃん、私が誰だかわかる？ユメイさん。よかったわ、ケイちゃん。一時は本当に危なかったのよ。危なかったって。どうしたの、ケイちゃん。なんだかユメイさんの様子が違うなって。ユメイさん、すごくしっかりした体がある。ケイちゃんの血がたくさんあったから。あ、そっか。私の怪我を治すのにだってたくさん力を使っただろうから、どこかで補充しなきゃいけないよね。勝手にごめんなさいね。Thank you.
やっぱりゆめいさんは暗い方が楽だったりするの？私は暗くても不自由するわけじゃないから、明るすぎるよりこの方が落ち着くかしら。だけどまあこの場合つかないからつけてないっていうのが正解さ。ケイ、大変な目にあったね。私は本当に面目ないことをした。あゆみに顔向けできないね。仕方ないよ。だけど電気つかないって停電でもしてるの？停電っていうか、ここはもともと通ってないのさ。え？いろいろ都合を考えてこっちに移ることにしたんだよ。そっか、旅館にはすごく迷惑かけちゃったもんね。他のお客さんを巻き込むと大変だし。幸いこのお屋敷には近所なんて存在しないから、何があっても迷惑はかからないよ。何もない方がいいんだけどね。それなら町から離れたおかげで傀儡の心配なら今のところほぼなくなったよ。なんで？傀儡になる前の賢さと機敏さを持ち合わせていないからね。だからみんなでバスに乗ったり車を運転してきたりはしない。それにケイちゃん、あの方たちがここまで歩いてくる気になっても随分と時間がかかるわ。町からここまで20キロ強離れてるから、傀儡の足じゃ夜明けより前にここに着くことはないね。そっか。ケイちゃん、無理をしないで。傷はもう塞がっているけど、すごい出血だったんだから。でも私行かなくちゃ。こんな時間にこんなところからどこに行こうって言うんだい？うずきさんのところ、お柱様のご神木に向かう途中の山道にうずきさんが倒れてるから。ついさっきまで寝ていたケイに、なんでそんなことがわかるんだい？私が切られて倒れてからね。なるほどね。だけど、なんでケイ君に取り付いてたりした？あんたの魂が安全な器に避難しようとした結果、自分のに近い波長の体として選んだのがあいつだったってことだろうね。私とケイ君は近いの？
そりゃあ。ああ、そうそう、あんたら名前も一緒だしさ、いわゆる一つの言霊ってやつさね。あ、なるほど。それで、できれば早く宇月さん迎えに行ってあげたいんだけど。あんたの今のその体で山道ってそれこそ冗談じゃないよ。だいたいあんたじゃ宇月のこと運べないじゃないか。見つけたところであいつが起きなかったら、あんた一体どうするつもりだったんだい？とりあえず風邪ひかないように添い寝とか。このバカチン。とりあえずその場所、あんたは口で説明をし、それでわかるようだったら私が行って拾ってくるから。わからなかったら諦めるしかないね。私やっぱり這ってでも行くよ。ケイちゃん、サクヤさんもケイちゃんを焚きつけないでください。ねえ、宇月さんは大丈夫そう？あんたの話だと、鬼切りだかなんだかの技でやられたんだろ？うん。それなら、鬼じゃなければ大丈夫なんじゃないかね。そんなものなの？人が転じて鬼になるって宇月さん言ってたし、死んだ人の魂のことも鬼って言うんでしょ？ごきげんよう、皆様。今宵はとても良い月ね。そんな暗いところにこもっていないで、この月明かりの下に出ていらしてはいかが？誰だ？
こちらにいるかしら。一部とはいえ、私たちの主様が帰ってきてくださったの。だからお祝いしたいと思って。宴に美酒はつきものだから。やっぱりあなたの荷への血を諦めるのは惜しすぎるもの。それにあなたと器で陰陽が揃う。そうすれば柱の封じを解くことができる。そう、10年前のようにね。ちっ、やっぱり抑えきれなかったのか。ええ、あの子を傷つけるのは嫌ですけど、仕方ありません。ああ、やり合うしかないようだね。ケイちゃん、ケイちゃんはうずきさんのお札を貼って、何があっても外へ出ないようにしてね。なんてあるんだ、見かけ。ユメ。水木の民の娘よ、お前の相手は私だ。この邪魔だよ。